旧館です。頭部を斧で深く切られています。痛いのだ痛いのだ。緊急手術をお願いいたします。いや、さすがにこれはもう手遅れだろう。脳みそが真っ二つだ。痛いのだ痛いのだ。患者はまだ生きようとしています。お願いします。逆になぜまだ生きているのか不思議だが。助けてなのだ。お願いします。先生以外にこのオペは不可能です。わかった、私も医者だ。やれるだけやってみよう。これは信じられない。奇跡的に傷口が脳を外れている。というより脳が極度に小さい。なんだこの小ささは、ビー玉くらいしかないぞ。鶏や鳩に近い大きさだ。普通の人間なら脳が詰まっているところには何も入っていない。空っぽだ。どう処置すればいいかわからん。痛いのだ頭が痛いのだ。先生、患者が苦しんでいます。わかった、とりあえず温かいご飯でも詰めておくか。あとは取れてしまった頭頂骨をもう一度乗せて固定しておこう。どんぶりマントリオと同じならこれで助かるはずだ。先生、見てください。先生の手術のおかげで患者はみるみる回復しています。特に障害もなく順調にリハビリをこなしています。まあ脳も脊髄も無傷だし。先生ありがとうなのだ。いや、ところで君、自分で記憶力はいい方だと思うかね。3歩歩いたら忘れてしまうとか、そういった経験はあるかい？記憶力？難しい言葉はわからないのだ。うん、そうか。まあ助かったなら別にいいか。なのだ。